2023年8月9日水曜日、しぎれもんネットラジオ、小指しぎないラジオでということで、今夜も新音未来へようこそ、しぎれもんでーす。さあ、今日は週の狭間水曜日ということでお送りしていきたいと思います。この後私のオープニング中をおかけした後は、しぎれもん最新情報、しぎれもん何したのコーナー、私の最新情報、そしてこう、サイトの更新情報などをお送りしたいと思います。その後にもニュース&エンタメチェックのコーナー、新幹線のワゴンサービスが終了というニュース、そしてキャッシュカードがトランプにすり替えられて現金を引き出されるというような、なんかマジシャンのような事件ですね。そして大量にドーナツを買った時にイライラした態度を捉えて殴ったとして男を逮捕、そのような今日はニュースをピックアップしてお送りしたいと思います。フシスポのコーナーは、レモンの千葉ロッテマリンズの情報局ということで今日もお送りしたいと思います。トレンドレモンですけども、毎週水曜日は最新の一チャートをずらっとご紹介しておりますが、今日は YouTube ジャパンチャートということで、YouTube のね、ランキングをお送りしたいと思います。今日も8時から30分がどうぞよろしく。それでは今日のオープニングチューンでございます。シゲレモンで今夜の一チャート68ライブイン大阪。この番組はシゲ音楽レーベルの提供でお送りいたします。今夜の一チャート68。何した？このコーナー最新のシゲモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。まずは YouTube の不具合なんですけども、昨日から、プレミア公開がですね見れない状態になっていたようで、でまあいろいろ調べましたら、うちだけじゃなくてですね、なんか他のチャンネル、かなり大多数のチャンネルがプレミア公開を見ることができないという状態になっていたんですけども、今日の昼は
僕自身もねいろいろ試したら確かに見れなかったんですよ、僕自分の、チャンネル以外のねプレミア公開も。で今日の昼さっき仮面ライダーの新作今年の仮面ライダーの制作発表みたいなのがあって、それがまあプレミア公開なんでパッと見たら、あ、見れたんで、まあ、多分いけるかなと思うんですけどね。まあ今日の私のまあ6時半のジュリーの配信、8時のラジオ配信、9時の、自分のね、ネットテレビ、シレモンテレビの配信、ここでまあちょっと見てですね、まあ、チェックさせてもらって、まあ無理でしたらまたなんかねちょっといろいろね、対策というか、僕は対策してもね YouTube 側に何とかしてもらわないとダメなんですけども、そんな感じになっておりますので、アプリ以外でしたら見ることができます。で、まあプレミア公開終了後は普通に見ることができるようなので、まあもし見れない状況の人はですね、そういう感じで対処よろしくお願いいたします。ネットの配信予定行ってみたいと思います。朝9時本日のフィレモーニングカフェ、今日はロードランナーオフィシャルミュージックビデオということで、私の楽曲ロードランナーのMV、見れます。ぜひチェックしてみてください。朝9時配信しております。正午シネコニャンズアワーということで、今日はプレイバックシネコニャンズの風景ということで、テーブルの上でお手でダラリンマタリガールのコウメイちゃんということでね、これまた神回になっておりますけども、今ウッチンがお膝の上に登ってきました正午、シネコニャンデジタル反省で限定配信となります。水曜日3時半は私吉木のデジタル写真集屋根裏の果汁物配信ということで、お昼3時、今日もシレモンテレビ収録前の写真はアップしております。ぜひチェックしてください。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介、スタッツ一つの命フューチャリング BIM ビームっていうんですかね、かっこいいナンバーですよね。6時半レモンジュリーステーション、今日も細かすぎる佐田家に切り抜きの予定となっております。急なニュースが入ってきましたらレモンジュリーニュースに切り替わる可能性もございます。先ほど6時半シゲモンニュース澤田健二 YouTube チャンネルレモンジュリーステーションにて配信しております。7時本日のシゲモンニュースというと、今日はフシレモンテレビの告知となっております。8時このラジオ、現在フシレモン公式 YouTube でプレミア公開、プレミア公開終了後はシゲテレビにて配信、フシレモン公式では概要も同時に配信しております。8時半、水曜8時半の適当タイム、シレモンテレビの前のフシレモンテレビでございます。今日は抹茶ラテプリンというものを食べております。この後8時半ファンサイト演奏する限定配信となります。9時水曜21時のティータイムフシレモンテレビでございます。今週の気になる話題としました、ヒカキンさんのね20億円の豪邸の話、7月の猛暑観測史上最高、そして、12万年ぶりのね暑さというあの例の話ですね。そして立ち寝仮眠用ボックスのカフェで、キーワードトークですけども、痩せたいどうすればいい、人生で最もよく聴いた楽曲は、寝ようと思ったら蚊が耳元に、どうするというね、キーワードトークにお答えしています。この後9時、シゲモン公式 YouTube でプレミア公開、プレミア公開終了後はシゲテレビにて配信、シゲモン公式ライブも同時に配信しております。10時から1年前のシゲモンコンテンツ再配信、プレバックシゲモン、1年前のシゲモンニュースはファンサイト演奏室、1年前の今宵不思議なラジオで、シゲモンテレビのプレバック、この後10時プレバック配信いたします。不思議テレビ上にてですね配信いたします。合わせてチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のシレモンシジュールということで、今日はちょっと朝から、水曜日引きこもりの日なんですけど、ちょっと出かけないといけない用事がございまして、午前中ねちょっと行ってきまして、その前にシレモンコンテンツなどを制作した後、帰ってきて、午前中にもう水曜日やることいっぱいあるんですけども、昨日にシレモンテレビが完成していますのでようやく1日前に完成ね、ネットテレビがしたなと思ったら、朝からめちゃくちゃ忙しくてですね、で、午前中から、ラジオ収録半分ぐらいしてですね、昼またいで、明日用の秀樹さんのね、動画収録、その後、このラジオの続き、ジリーの音声は昨日に引き続き、細かすぎる切り抜きなのですぐできると。で、秀樹さんの、動画の編集作業もなんとか今日完成しておけたらなという感じなんですけどね。あとはショート動画制作、そんな感じの今日は一日でございました。
お送りしたのはシキレモンでダンスイズに懐かしきグラフィティのライブに大阪でした。シキレモン何したでした。レモンニュースエンタメチェックのコーナーでございます。このコーナー最新のニュースエンタメを独自の線であやこや有効なにございます。それではまずこちらのニュースから。東海道新幹線が車内ワゴン販売を10月末で終了ということなんですけどもね。いやーなんかどうしてやめるんですかね。まあ確かにあまりなんていうの、あの駅とかでものすごいいろんなものが売っているじゃないですか、で直前にコンビニとかもありますしね。そう考えるとまあ確かに必要性の少なさというか、まあやっぱりいろいろね、あの食べ物とかああいうものを管理しないといけないということを考えると、まああまり売れないのにやっても仕方ないなっていうのは分かるんだけども、あれ何結構便利でね、あの特にまあ僕みたいにコーヒーが好きな人とかであったら、まあ、例えば、東京から大阪でしたら2時間半ぐらいかかりますよね。で、まあ、その例えば時間でですね、熱いホットコーヒーを飲みたいってなるとどうしても冷めるじゃないですか、その、行く前に買うとですね。でそう考えるともうなんか無性にあったかいホットコーヒーが飲みたくなるとかいう時に、あのワゴンのコーヒーで美味しくないんですよね美味しくないんだけど、やっぱりね、あったかいコーヒー飲むとね、ああいいなっていう感じにはなるんですけどね。まあ非常にそういう意味では、まあね、そういう方もやっぱりいらっしゃるみたいでね、うん、あのやっぱりあのアイスクリームとかね、冷たい飲み物とか、あの冷たい飲み物もそうですよね。やっぱりどうしても、2時間3時間もっとね、移動する人もいますから、そう考えた時に、まあワゴンの必要性みたいなね、ちょっとあると便利なんだけどね。なんかないんですかね、ちょっとそのペットボトルの販売とか、そのなんていうの、まあその自動販売機置くわけにはいかないから、ちょっとちっちゃめの冷蔵庫みたいな、でそれでお金出したら買えるみたいなね、そういう人件費もいらないような、なんかそういうボックスみたいなのは置いてほしいなと、逆にね、代わりにね、思いますけどね。こちら8月5日新潟ニュース NST より、キャッシュカードがトランプにすり替えられ現金引き出される特殊詐欺事件として捜査新潟ということなんですけども、70代のシニアの女性がですね、まあ、警察官を名乗る人物にですね、まあ、電話がかかってきたということなんですよね。で、まあ、ちょっとそういう、こう、口座を、まあ、凍結する手続きが必要ということで、まあ、旦那さんの口座をなんか、まあ、勝手に作った人がいるみたいな感じで、まあ、警察官を向かわせるということでですね、まあ、で、偽警官が、その女性の、まあ、言ったら玄関先でですね、その女性に対してですね、キャッシュカードを出せというふうに言われましてですね、で、その、キャッシュカードは、数が8枚、でそれを、まあ、その偽警察官はあの封筒に入れてですね、でその封筒をなぜか知らないけど返すわけですよ、その女性にね。でその女性がパッてその封筒を見た時に、あのキャッシュカードがトランプに変わったというマジックですよね。まあでもこれはやっぱり、まあ、70代とはいえ、まあ、しっかりされてることはしっかりされてる方多いですから、警察官がキャッシュカードをあの渡してくれなんていうことはまだ絶対ないですからね。ですからやっぱそういうちょっとこうどう考えてもおかしいというところでちょっとね、察知していただけたらなとは思うんですけど、なかなか難しいんですかね。
まあそういう事件があったというね、まあそのまあ言ったら盗んだキャッシュカードねからまあ現金が引き出されたということなんですけどね。こちら8月9日 STV ニュースより、大量にドーナツを買った時にイライラした態度を取られ殴った男を逮捕、北海道札幌市ということなんですけども、ドーナツ店で、まあこの、まあ、殴った男がですね、まあなんか20個ぐらいドーナツを買っていたということで、でなんか何も言ってないのに他の、まあ、男性客が何に睨んでるんだよてめえみたいなことを言ってですね、まあ、喧嘩になってですね、で会計後にですねその男をまあ呼び出して殴ったということなんですけども、まあ暑いとねよくわかんない人が出てきてなんかでもこう自分が例えば ATM とかでもそうじゃないですか、自分がすごく時間かかっているのを分かっているなら、なんかその対策って初めからした方がいいのかなという、なんかそれをすることによって周りがなんかイライラしてるんじゃないかなと思うと、なんか自分もイライラしちゃうじゃないですか、ああいうのって。であるならば20個も買わんとですね、なんていうのかな、よくいるじゃないですか ATM とかでも、あ時間かかりそうだなと思ったらちょっともうやってもう他の人に譲ってまた自分が並び直すようなすごいこう紳士的な方っていらっしゃるじゃないですか。うん、ああいう態度を取った方がいいんじゃないのっていう、まあだからドーナツちょっと大量に買うからまず10個ぐらい買ってですね、また並び直してっていうのはあれですけども、でもイライラするよりマシだからね。緑と悪魔の発展市場、青紫の下が面化粧、色味をしかしたハッ白いコテのない新曲だろう、私は桃色の発展町長、青いの地獄なら誰でもできる、色味をしかした不思議レモンに真っ赤な口紅、スタジオライブでした。シスポー、ここからはスポーツの話題をお送りしたいと思います。レモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、昨日から首位決戦バファローズとのね、首位対決、だったんですけども、0対2ということで、首位対決というかマリーンズは2位ですけどねかなり開いたね。まあ相手はね、もう日本のエースとも言ってもいい山本由伸ということで、まあ全く打てないでカスティーヨはよく投げたんだけども、結局あの前の石川慎吾と同じで藤原が昨日から復帰したんですけども、ちょうどこう日が沈む時間でボールが見えないということで、で結局ちょっと不運なね1点等々で、まあ2点取られたということでね、あの見えない対策でなんかできないんですかね。なんかあれ方法しないとすごいこうね、なんかあれだ、なんかもったいない失点だなって毎回思ってしまうんですけどもね。レモンニュース&エンタメチェックでした。 CM の後はトレンドレモン。シギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、
ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービスチューファイ、月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビジョン、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題。月額1100円、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。トレンドレモン、新しいもの流行りもの好きの私不思議レモンが最新のトレンドについてあやべるトレンドレモンのコーナーでございます。今日は YouTube ジャパンチャートランキングということでお送りしたいと思います。まずは、アーティストランキングベスト10ずらりといきます。10位バックナンバー、9位 BTS、 8位、スノーマン、7位がオフィシャルヒゲダンディズム、6位ニュージーンズ、5位がアド、4位がトゥワイス、3位が米津玄師、2位がミセスグリーンアップル、1位が夜遊びとなっております。バックナンバーが新曲出したんですよね。いい曲でしてね、非常にね、まだアップされてないんですかね。次は楽曲ランキング、10位から4位までずらりといきます。10位ストーンズ、こっから、9位ニュージーンズ ETA、 8位が女王蜂メフィスト、7位サンボマスターできないことをやらなくちゃ、6位が米津玄師地球儀、5位がハニーワークス可愛くてごめん、4位が北に立つや青の住処となります。結構ね、アイドル的な方々が多い中、サンボマスターはね、おじさん頑張ってますよね。ベスト3はエンディングに。Thank you.
自分が全てを映す心なら怯えた小さな場面をさらけ出す姿が見にくい素顔は優しい心の強さ塞いだ両目を人生の意味もすぐに見失って君の名前も忘れるくらいで溢れそうなこの想い君に届けようとあなたの言葉より熱い熱帯夜2曲続けてお送りしました。1曲目は不思議レモンに鏡ライブイン大阪、そして2曲目は不思議レモンに熱帯夜、ライブイン大阪2ということでお送りしました。トレンドレモンの続きです。今日は YouTube ジャパンチャートランキングをお送りしています。ベスト3第3位新しい音楽のリーダーズの大人ブルー、そして2位が、純属セブン、1位が夜遊びアイドルということでございます。夜遊び強いですよね。この新しい学校のリーダーズはまあちょっと歌謡曲っぽいね感じの、まあ新しいニュー歌謡みたいなねニュー歌謡っていうのはあるのかよくわかりませんけど、そんな感じのね、楽曲でございます。以上トレンドレモンでした。お送りしました不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオで、明日は木曜日8時にお会いしましょう。不思議レモンでした。全ては優しい。